わかんない。わかりません。ミニ四駆はみんなやってたと思う。うん、やってた僕も。うん、で大体みんなレブチューンモーターとかトルクチューンモーターをつけて、なんかあったなそんなの、まあ、決まりがあるから、うん、でも俺はこのモーター見たことない聞いたことないモーターを集めるのが、ちょっと待って、うん、これ君んちあんの？あ、今もあるよ。え、すごくない？え、すごくない？当時俺が何これ集めてたモーター3つ、実はもう1個あって、うん、もう1個プラズマなんちゃらモーターみたいのもあるんだけど、うん、それはちょっと取り忘れたんだが、実際に現物これ、え、めちゃくちゃ骨董品レベルにそうそうな、もう回転数書いてあるんだよ昔の。6万回転そうでさ、5万8000とか1分間あたりか、なんだったかな、じゃないかね、 BPS だかなんだかじゃあ1秒じゃない、 S がついてるんだったら BPM か、あ、じゃあ1分だね、うん、うん、でその6万とかのその万単位の数字を俺は求めて、やば、うん、回転数の高いモーターを集めるだけ。この V6 のモンスターモーターっていうのが裏面に注意事項が書いてあって、うん、10秒以上走らせないでくださいって書いてあるんだよ、うん、どうしたの？それ以上やるとモーターが焼けるから、あ、煙出んの、あ、もう焼きついて動かなくなっちゃう、欠陥商品だよその分回転数極限まで、10秒ってもっと走らせるでしょ実際は一周だから、ほんと一周走ったらもうすぐ止めないと、うわよ北中をまあいいやそれでも今その現物で持ってる人いる？もういないんじゃない、世界に一人しか。今モーターも形変わったからな、これは何に使えるんだろうね。今昔のミニ四駆、今のミニ四駆ってモーター両方から芯が出てて、うん、両方に駆動伝わる系のモーターになってるんだよ。はあ、今そもそも今のミニ四駆にはつけれないこの形。今持ってる人いるってさ、モンスター、うん、語り合いましょう。なんかおかと、じゃ他にもあるんだよ、いろんなの。お店に写真送ってもらおうぜ高くて手が出ないんだよ、1個2000円とかするんだよ高いやつ。やばだ、お小遣い一生懸命貯めて買って眺めてほっこりするっていう。持ってる人いるんだな物持ち良すぎだろう、何十年前のやつ持ってんだよ、もう20年以上。知らないな、何これ。ガイバーは有名だろ。え、今も連載してるからな。今日、そう、今も、うん、今もやってる。20何年もゆっくり進むんだよ、おっせーの今も連載1年か2年に1冊しか出ないんだよ。え、だってみんなわからないって言ってるよガイバーは知ってるだろ。いや知らないな、僕も知らないし。教職倉庫ガイバー、何のコミック雑誌？俺単行本でしか見てないんだよ何のコミックかまでは知らない。じゃあコミックスに載ってるわけじゃないのかね。月刊かなんかの本ではある、が何かまではごめんわかんねえ。じゃあ本だけ出てくる感じ。そう、俺は書店に単行本として、うん、あ、でもなんかのその月刊誌にたまにポツンって出るような感じ。何、なんかの月刊誌にたまにポツンと出るってどういうこと？俺はあの週刊誌とか読まないから。渡り歩いてる感じなのかな、いろんな月刊誌を一個で、あ、一個、うん。でこのガイバーっていうのが、うん、そのちょっ と特殊な独特なこのフォルムで、普通の人間の体にこうまとわりついて、うん、装甲みたいな鎧みたいな感じで戦う漫画なんですよ、うん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 、だこの見た目がかっこいいんだよ。武器とかも胸の今もう手当ててるじゃん、胸のところに、うん、絵柄だね。胸の装甲が開いて巨大なスマッシャーっていう武器が出てきたり、へぇ、肘についてるちっちゃいトゲが伸びて、うん、超振動ブレードになったりする。かっこいいね。めっちゃ見応えある。絵も綺麗だし、少年エースで、月刊少年エースで連載されてるらしいが、うん、そう、今も月刊少年エースを買ってる人は持ってた記憶がないって言ってますけど、はい、はあガイバーのこの胸のところにあるホースみたいなやつを体中、うん、何で再現したのこのホースは。ヤクルトゴムホースとか、あとお風呂の変わるんでヤクルトもゴムホースもお風呂の何、あと排水ポンプ、洗濯機の排水ポンプの、あ、下水ポンプね。そうそう、そんなやつ、そんなやつ、そんなやつをもう取っ張ってきてもう体中にぐるぐる巻きにして、汚水ポンプを後で戻すよ、ちゃんと戻してね。ああ、おむつポンプで。そう、いろんな、ちょっと臭いんだけど、ものによっては。で、その声だめ。
ガイバーだっつって体中にこのホースを巻いて、うん、俺ガイバーだっつってガイバー1号だとかって言いながら遊んでたんだけど敵が誰もいねえんだよ一緒に戦ってくれる人いないから。いや、まあお前自体が人類の敵だみたいな感じじゃないの。だって汚いじゃん、汚水ホース巻きつけてそういうごっこあのホースやられる役じゃないのこれは。違う違う、敵キャラじゃなくて本人の、うん、あそう外媒になりたかったんだ。そうなんだ。ほら胸の下のホースあるだろ、うん、3本これホースじゃないだろ、ホースみたいなやつ。それを再現した結果軌道だよね多分ね。そう、そこ胸に武器があるからそこにエネルギーを送り込むパイプなんだけど、うん、そういうのを再現した結果汚水ポイント